どうも、アキです。マイライフやっていきましょう。はい、今回は3年目8月7日からやっていきましょう。で、今回なんとか回復 A になるといいなと思っています。まあ、同期の二上くんのお店と、あと広島に行った時の焼肉屋、忘れないようにやっていきましょう。はい。最近ですね、前田健太投手が、そのメジャーで二刀流は厳しいだろうというね、見解を、示していたちょっと記事を読んだんですけど、メジャーって中4日がね、基本主流なんで、ちょっと厳しいと。しかもメジャーの場合は中4日だし、基本ね、そんな球数制限があるんで、こうイニング投げないじゃないですか。それで厳しいと言われている中、毎回9回完投して、中4日で二刀流をやっているのがこの並木でございます。行きましょう。はい。さあ集中していこうということで、まあ怪我しにくさは一応 A にできたんですけど、あと回復ですね。本当に A にしたい。そしたらできるでしょ。中4日第3球を投げた。ボール、カウント1ボール、一発あるから強振にするか。投げた、ボール、よし、ここは1本打ちたいよ。第5球投げた、打ちました。よし、逃げた逃げた、ストレート来い。おっと、詰まった。セカンド、これは守備範囲内。さあ、ただここですよ。菅野の防御率がやばい。まあ防御率今 2.4 ぐらいなんですけど、石田までは見えると思うんですよ。菅野の防御率がやばい。菅野超えたい。よーし、 OK。 チェンジアップで困った。菅野超え頑張りたいな。中4日でもう全部完封してくれ。よし、OK。ピッチャー返し、抜けた。並木、ナイスバッティングです。さあ、猛打賞狙おう。ワンアウトランナーなしという場面で、並木、ゴール。今日はホームランを打っています。投げた。打ちました。お、これが面白いんじゃないか。最近足が速くなってきて、これが結構面白いんですよね。オッケー、オッケー。まあ、こういうマイライフはまたやります。全部内野安打、もうミート打ちで、全部内野安打だけ狙って盗塁王を取るっていうマイライフがやりたい。そういうのをね、一回パワーポケでやってたんですよ、僕。全部ショートへの内野安打だけ狙うっていう選手作ったんですけど、すごい面白いんですよね。今これで走力が C65 になりました。はい、行きましょう。で、今ホームにいる、今違うか、ホームじゃないか。あれか。そうだな、これ一回でも休まないと厳しいな。休むか一回。そうなんですよね。屋敷さんに電話もかけたいんですけど、ちょっと休まないと厳しいな。ということで、屋敷さん特訓失敗すると評価が上がらないので、まあ、世間話をとりあえずしましょうかね。はい。とりあえず世間話をやっていきたいと思います。いきましょう。三塁という場面で並木、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球。おっと、今のボールだな。ショート、これは守備範囲内。難しい球は振らない。ボールをよく見てやっていきましょう。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは並木、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。初球打った、ショート右横のフライになりました。倉本、余裕があります。取りました。これでワンナウト。あ、そうだ、マイライフなんですけど、ちょっと生放送をやっていきたいなというか、もう今シーズンはやらないかもしれないんですけど、ちょっと来年から生放送を増やしてというか、メインでやっていこうかなと思っております。なんで今カーソルずれた。ちょっとペナントも始めたかったりするので、ちょっといろいろ検討中です。はい、ちょっといろいろ検討中なので、まだチャンネル登録してなかったよと、チャンネル登録せずに、まあ、Twitter のリンクとかから見てたよっていう方は、ぜひともチャンネル登録しておいていただければ、まあ、アプリをね、あと YouTube のアプリを入れておけば通知がいきますので、生放送するときはぜひぜひ登録の方よろしくお願いいたします。これいいとこ飛んだんじゃないか。出た、筒香サード、内野安打マンだな最近。おー、いいね、 1-0。 おー、やっぱ涌井が最近すごいわ、間違いない。まあ、生放送3、40分ぐらいやって、一気に1ヶ月ぐらい進めたりとか、まあ来年はちょっと飛ばし飛ばしでいこうと思ってるんで、まあ一気にとりあえず進めて、まあ面白い場面を来シーズン以降は動画撮れればなと。ただまあ今シーズンはせっかくね、全試合野手では操作するというものをやってるんで、まあこのままね、行こうかなとも思ってるんですけど、まあ来シーズンはちょっといろいろ考えていきたいなと思います。よし、OK。
これいいぞ。評価上がるんじゃないか。活躍しよう。これはいいぞ。行きまーしょう。そして菅野が先発だ。いやー、これは10対9ぐらいで勝ちたい。味方ながら10対9ぐらいで勝ちたいぞ。菅野の防御率を悪くして、そして試合にも勝つっていう。さあ行きましょう。乱打戦にしようぜ。そして屋敷さん見に来てるからね。さあ次の投球、第3球を投げた。なんだそれ、シンカーか。屋敷さん見に来てるから強振にしようかな。やっぱホームラン打ってね、見せつけたいよね、活躍を。ホームラン打ってね、屋敷さん俺足速いんだ、だから盗塁教えてくれっていうのに切り替えていく。やっていきましょう。ジャイアンツ先制のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で並木、大きな声援が切り入ってるやつね。第2球投げた、直球見送って、うわいいコース投げてくるな。投げました、いいコース投げてくるね。カウントは1ボール2ストライクです。さあ4球目打ちました。フラフラッと上がった。ちょっと今日なんか調子悪いな。集中していこう、集中していこう。ここまであんまよろしくないぞ。ジャイアンツ追う展開で迎える6回です。バッターは並木、今日はショートゴロと。よーし、オッケーオッケー、集中力取り戻した。集中した瞬間に打てるやつね。ずっと集中しとけよっていう。やっていきましょう。このシンカーいいですよね。この高速シンカーいいわ。本人曰くツーシームだけど。やっていきましょう。投げました。なんだこれ、ナックル、ナックル投げてるっけ。そんなに普段そんなイメージないぞ。あ、負けちゃった。菅野2点か。でもちゃんと2点で抑えてるんだよな、さすがだな。さっきのは56号。とりあえず松井さん超えね。松井さん超えじゃないや、背番号で言ったら松井さん超えだけど、王さん超えね。お、アーン投手頑張ってますね。アダム、アダムズ打率1割打点1、頑張れよ。さあということで、これは今どこにいる、東京か。よし、じゃあ行きましょう、同期のお店に。同期、うん、まだレベルも上がらなさそうだし、しっかり回復 A に持ってきてくれよ。まあ同時にスタミナの経験値も上がってるので、まあまあまあ5万円ぐらい払ってあげましょう。うわっ、ああ、よかった。7回1失点か。7回1失点だけど、後続が打たれたのか。2.25。さあ、菅野との差をね、ここを縮めていきましょう。あ、ほとんど体力減らなかった。ナイス。で、回復はもう焼肉食ってれば回復するんで。OKOK。これでいいですね。さあ行きましょう、試合開始。侍ジャパンの強化試合って何日からだ。10日ぐらいだったっけ。あれすごい楽しみなんですよね。ただ事態が結構多いよな、なんか。さあ本番の WBC どうなるんですかね。やっていきましょう。さあ次の投球、ボール、ここはよく選びました。カウント1ボール1ストライク、投げました。ボール低め。さあ吉見も一発があるので強振待ちしておきましょう。ボール低め、カウントは3ボール1ストライクです。第5球投げました、よく見た。フォアボール、よく見た。さあ追加点のチャンスを迎えました。ピッチャー変わってる。ランナー2塁という場面で並木、初球から打ってった、センター前に出る。ひじりさはそうか、中日に入ったのか。チェンジ、ジャイアンツ追加点。久谷ってこんなビハインドの場面で今投げてるの。今日はフォアボールとセンターフライ。第2球投げました、2球目並びバッター追い込まれました。さあ行くよ。第3球を投げた、完全に当たった。ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、打った、ない、カットで逃げれた。次は5球目、ボール、カウント2ボール2ストライク。ストレート狙いだな、これは。1球目
危ない球。さあフルカウント。第7球はランナースタート切った。ありがとう、その失投ありがとう。オッケー。6回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターはトーチ、トーチ。バックネットの前でボールを、ジャイアンツリードで迎える8回です。ノーアウトランナー、また一発持ちだぞ。ダメだ、打つ瞬間に力んでカーソルを動かしちゃダメだ。よし、オッケー。さあ入れ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 、うん、届かない。これでワンアウト。これマイライフって最終的にどれくらいまで成長させられるんだろう。変化球取らなかったらオールA見えるのかなとは思うんですけど、変化球ぜひ取りたいんで難しいとこですね。お、森彦行きましょう。さあやっていきましょう。で、そうだ、昨日ね、みんなの好きなアナウンサーを教えてくださいとかね、コメント欄で書いていってくださいっていうお話してたんですけど、ぜひ改めて昨日の動画ちょっとクリックしてみていただきたいんですけど、コメント欄がもう何の動画のコメント欄だよっていう感じになってましたね。僕がちょっと下ネタ発言をしてしまったのもよろしくなかったんですが、まあまあまあいいでしょう、いいでしょう。たまにはああいう全く関係のない話をするのも。あ、ちょ、待て待て、オッケーオッケー、間違えた、今間違えたかと思って合ってたよ。いやー、昨日の動画のコメント欄ちょっと面白いわ。行きましょう。シェイプレイ。いやでも本当、昨日の話もう一回すると分かるんですよね、みんなのそのこの人好きっていうのがすごい。もう本当に僕の中でなんかもう大体僕はドストライク、もうボール球いつも手出しまくってる通り、本当にストライクゾーン広いんで、徳島アナいい、いやいいね、田中みな実いいね、いいねいいねみたいな、本当に、あ、ちょっと待って、心が乱れる。いや本当わかるんですよね。打ちました、セカンド正面、すべて分かってしまう。さあ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で並木。よし、どうだどうだ、超えるか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 、惜しい。これでスリーアウト。東京というところでね、やっていきましょう、やっていきましょう。ただ最近本当に本田翼が来てます。あのちょっとドラマやばいっす、あのドラマやばいっす、あのドラマやばし。投げました、チェンジアップ、空振り三振。いいチェンジアップだな。ジャイアンツ追う展開で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で並木。さあ1本打つよ、1日1本やっていきましょう。よく見ました、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました、打ちました、ファール。1塁へ牽制球を送ります。第4球を投げました、よし、 OK、 ナイスバッティング。今日はあれだな、ストレートより変化球の方が打てるな。いつもより逆、いつもと逆だ。いつもは基本ストレートしか打てないんですけど、今日は逆の日。 OK、 さあ総力 B は間に合ってくれ。今シーズンちょっとミート B は間に合わなさそうなんですよね。さあファンの数も圧倒的にね抜かされてますけど、僕もう19万人もいるわ、いつの間にか。圧倒的に負けていますが、やっていきましょう。ゴー。さあということでね、ペナントで本当監督というか経営者をやりたいんですよ。ペナントは僕自分で操作するつもりがなくて、まあ操作するのはこのマイライフで投打ともにね、まあ、今シーズンは投げる方はやってないんですけど、できるので、まあそこで楽しもうかなっていうところ。お、それと思ってた、オッケー、調子戻ってきたよ。でそのだからこの操作を楽しむんじゃなくて、そのチーム、なんだろう、チーム管理、チーム経営を楽しみたいっていうので、マイライフがすごい今やりたいんですよね。なのでまあ今週か来週中には始めたいなと
思ってます。まあまあ、ただペナント、やったことないんで、一回も。まあ、わからない点多々あると思うんで、ぜひぜひ2016結構遊んでるよっていう方は、アドバイスコメント等々いただければ嬉しいです。はい。では行きましょう。このボール球って打てないのかな。そういえば阪神の秋山って今シーズン投げてた。あんま記憶がないんだけど。おっと振り遅れた。さあこのポテンヒットにならない。おアダムズ、ちょっとアダムズ能力見てみよう。アダムズどんな感じだったっけ。これで打率1割台ってやばくない？結構強いのに。秋男だからこれから伸びてくるのかな？ 9月に入って伸びてくるのかな？ほら！よし、オッケー。さあ行きましょう。これで今日は4打数の2安打。見事だ。並木龍之介ってほんといい名前だったな。これほんとにコメント欄に書いてくれた人ありがたい。いや結構気に入ってる並木龍之介。まあということで背番号をね、もし変えるなら移籍したタイミングかなと思ってるんで、もしこの背番号がいいみたいな、なんかね理由付きであればコメント欄の方に書いていっていただければ、それもいいなと思ったものをもう全部ね、あ、そう、ニックネームもあれですよ、ずっと募集してるっていう、まだニックネームつけてないんで、ニックネームなんていうものもつけられるんでね、その辺も募集しているんで、ぜひぜひ随時、まあこんな理由でこういうのいいんじゃないでしょうかっていうのあれば、お気軽に書いていっていただければ嬉しいです。行きましょう。並木だから700、39？ 並木？木ってなんだ。木って9でいいか。9でいいか。739、3桁とかできるのかな。29普通に気に入ってるんだよな。ボール。スロースターターだからね、出花くじこう。あー、カットだ、この人。スライダーじゃない。そんな曲がらない。ボール。さあ、いくよ。うん、いいボール。奪三振を争っているのが今、藤浪です。ただ登板回数を増やして結構差ができてるんじゃないかな。さあここ打ちたい。大きな声援が届いています。さあ次の投球、どうだ。アークスど正面。あ、ラッキー。今のはでもエラーっぽいな。あ、ヒットだ。打球強かったからかな。オッケーオッケー。セカンド誰だ。阪神上本か。プレイ。そんなに守備下手じゃないぞ。鶴の防御率いいな。鶴ってどっか拾われたのかな。おっと、思ったよりストレートが来なかったぞ。オッケーオッケー。いやー、菅野また7安打完投。また1点しか取られてないのか。菅野すごいな。菅野すごいな。ちょっと菅野の能力見てみますか。菅野ほんとすごいんですよ。なんかコンスタ SS だった気がする。今シーズン始まる前に。すでにコンスタが SS だった気がする。どっからでやる見えるかな。球界データ、チームデータ、ジャイアンツ。あ、見れる。コントロール S91、スタミナ S90 の変化が4方向。ちょっとフォークとかは1で怖いけど、キレ逃げ玉リリース、負け運、伸び B 対ピンチ B。うん。スタミナが結構上がってるかな。お、スローカーブの変化量も上がってる。あ、シュートもだ。成長してるな。いや、打倒菅野、打倒菅野、本当に。
菅野を超えていこう。さあ行くよ、菅野超えてくれよ、お願い頼むよ。うわーうわー、8回3分の25失点どういうこと、なんであと1人投げなかったのこれ。ランナー溜めた状態で下ろされたのかな、でそれを後ろが打たれたみたいな。いやー防御率めっちゃ悪くなったでしょ、 2.40。 ただ勝ったのかな、勝ちはしたのか、勝ちはしたけどダメだなそれは。ちょっと厳しいなそれは。さあ行きましょう。まあ最多勝と奪三振投手は取れればいいか、あとは野手しっかり、まあ、三冠王ね取りましょう。はい、まあ打率もまあまあなんだかんだ3割6分か7分ぐらいだいたいキープできてるんで、これキープできれば悪くない。2回の裏これからジャイアンツの攻撃に入る、ジョンソンだ、出た、いい投手なんだよなジョンソン、ただ広島キラーだよーん、広島キラーだよーん、オッケー、ジャイアンツ勝ち越しのチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面、うわーボール球だ、ボール球だ、アウト、スリーアウトチェンジ、東京ジャイアンツ大展開で迎える6回です。カープの今順位表どんな感じなんだろう、あとでしっかり見てみよう。投げました、ボール、カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げました、直球決まってストライク、いいボールだな、たまにはミート打ちするか。投げました、打った、よーし OK、 おー惜しい、堂林、ここはうまい守備に阻まれました、スリーアウト、うわジョンソンいいピッチングしてんな、同点ホームランと徳能がめっちゃ発動してる、逆境チャンスメーカー、パワーヒー広角、悩んだバント職人、広島キラー、いいんじゃない、よしよしよし、うーんいいね、さすが沢村翔投手。歴代2位って1位自分だからね、去年の自分だからね。でもフェード消してまあもちろん打率多少落ちてますが、まあ言ってもね結構そこまでは去年と変わらないかなっていう感じですよね。ここまで試合開始、去年4割2分か3分ぐらいだったかな、うん、フェード消して頑張ってる方じゃないですかね。あ、パワフェスもやりたい、パワフェスも本当にやりたい、ちょっといろいろやりたいものがある最近。ただこのマイライフはちゃんと完結させます、動画であったり生放送であったりで、まあ30まではやるって決めてるんで、30でもしかしたら引退するかもしれないんですけど、そこまでは絶対完結させるつもりですので、まあご安心くださいというか、ぜひ楽しんでいただければなと思ってます。はい、あんまり落ちないなフォーク、掴みました、これでは4回の裏、これからさあ行きましょう。攻撃に入ります。この回の先頭バッターは並木、第1打席はセカンドフライに倒れています。さあさあやっていこう、投げた、マッシュ、うわっとちょっとずれてた、ちょっとずれてた、なんかうーん、ここは守備に、7回の裏ジャイアンツラッキーセブンの攻撃、通算200 2塁打、いきましょう。今日はセカンドフライとファーストゴロ、ボール、アウトコース低め、カウントワンボールワンストライク、第3球を投げました、打ちました、よし、オッケー、ナビキいいバッティングを見せ、カープ普通に強いんだが、得点を挙げたい9回です。先ほどヒットを放っているこの縦すらいいね、曲がりがいいね。さあ次の投球、打ちました、差し込まれたか、でもこれが伸びろ、伸びない、まだ取りました、最後のバッター、あ、そうだ、昨日のアナウンサーの話で思ったんですけど、やっぱみんな違ってみんないいじゃないですけど、好みって本当分かれるなと思って、
それ考えた時にやっぱ AKB ぐらい人数がいるっていうのはすごいいいことだなってこうしみじみと思ったんですよね、なんとなく何の話かまた分からなくなってくるんですけど、 AKB って正解だなと思って、これだけ人の好みがあるならば、まあ、僕 AKB ルックスで言うともう圧倒的にこじはるが好きですけど、 AKB ってすごい正解だったんだなっていうまた何かよく分からないお話になっちゃいますけどね。はい、みんな AKB だと誰推しですか？あ、ちなみに僕推し面は高見菜だったんで、あの顔じゃないんですよ、もうあそこまで行くとね、顔はみんなそれなりにいいはずなんで、推し面は高見菜でしたが、もうルックスで言うと圧倒的こじはるでしたね。あ、でもアキちゃんとかも結構好きかもしれない。よーし、 OK。 あ、今日は心が乱れない。じゃあもっとこの話しますか。いやでも本当にね、高校の時本当にもう一日中もう家帰ってきた、とりあえず部活8時までやって、9時半まで塾か塾の自習室に行ってたんですよ。それでで家帰ってくるのが10時か11時ぐらいで、まあ素振りを30分ぐらいやって、まあお風呂入って12時ぐらいから2、3時間、2、3時間は言い過ぎたな、夜深夜1時か2時ぐらいまでずっと YouTube で AKB の動画を漁るっていう高校生活、そのルーティンを僕は繰り返してたんですよ。でもこんなに健全な高校生いないですよね。部活やって勉強してアイドルの動画を見る、こんなに素晴らしい高校生活ないなっていうのをやっていて、だからもう僕の青春なんですよ本当に。 AKB は部活も勉強も、あとちょっと頑張ればまた AKB の動画が見えるぐらいの本当に気持ちでやってたんで。さあどうだどうだ、超えろ超えろ超えろ、惜しい。もう本当にそれくらいの気持ちでやってたね、あの高校時代の僕に。いや松井玲奈ちゃんと一緒にラジオ出るよ、だからこのまま頑張ろうって言ってあげたい本当に。いやもうあれね、心臓が飛び出るかと思ったマジで、あの時裏話だけどっていうねお話でございますよ。はい、そうあの日結構良かったのがもう一つ、後の番組が星野源さんのオールナイトニッポンだったんですけど、見学させてもらったんですよね。で今の新曲、あのガッキーで話題の新曲を初披露する時だって大人がいっぱいいた大人がいっぱいいた。いやということで、みんな違ってみんないいという今回はお話でございましたね。はい、ということで、うわ回復へ行かなかったかな、回復へ、あどれくらいだろう、あと回復もう今締めようかなと思ったんですけど、回復へ行きたかったんだよな。うわまだだな、回復へちょいと厳しいな、ちょっと厳しい回復へ。今こんな感じですね。はい、たまには見ますか、ここでこれが回復 A になったら超かっこいいですよね。オッケー、こんな感じで今盗塁を上げたいと。あれ総力はなんでこんな高くなってんの、ああれか、なんかアイテムで上がってるやつですね。総力は C67、 ミートは C64 という感じでございます。まあ育成も徐々に進んでるかなっていうところですね。はい、というわけで次回こそ回復 A にしましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ということでね、まあマイライフの動画もそうなんですけど、2016の他の動画も楽しみっていう方はぜひね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方していっていただけると幸いです。まあ特にね、マイライフほんと生放送を、まあ来シーズンかなから増やそうと思っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。